夜の闇が満天の星の光を照らすとき、疲れた体をソファーに委ね、グラスを傾けながら、お休み前に素敵な音楽で心を癒していただければと思います。こんばんは。今日はどんな一日でしたか？霞のミュージックストリーム、ご案内は中高年のためのアイドルをしています、霞です。1月15日水曜日午後10時を回りました。霞のミュージックストリーム、本日は第95回目の放送です。パーソナリティの霞です。こんばんは。今宵もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ついについに来たんです。新車が納車されました。イエーイ。あのね、7年間乗っていた愛車とのお別れだったんですけれども、すごく大好きな車だったんですよね。なんでね、お別れがねちょっと辛かったですね。ちょっと泣きそうになっちゃいました。っていうか、なんで新しい車買っちゃったんだろうってちょっと一瞬思ってしまいました。ルンルンしてたのはボンちゃんだけです。まあね、でも新しい車すごくかっこよくて、フェラーリみたい。フェラーリにそっくりなの。フェラーリじゃないけどね。前はあの赤い車だったんですけれども、今回は初めてブラック、なんかかっこいい感じですよ。で、足回りがね、ホイールがめちゃくちゃかっこいい。そんな感じで、まあ、大切に乗りたいなと思って、今日は愛車とお別れをしてきて、新しい愛車を、招いたという一日でありました。ということでね、本日の1曲目、車に関する曲をと思って、一番に浮かんだのが今からお聴きいただく曲です。そんな自分にがっかりした霞でした。お聴きください。小林明さんで自動車唱歌。ペットにしたくって、日産するのはパッカード、骨の髄までそれで、後で肘でクラウンさん、ジャガジャガ飲むのもポドポドに、ここらでやめてもいい頃な。するほどタウナスで、おまけに心臓がデボネアで、お山きゅうりな人だこと、てなてなおだてにすぐるの、オーペルオペルはもうよし、あんまりコルトじゃ身が持たぬ。あなたは私のブルーバード、ミンクス買うよの約束を、キャロルと忘れてダットさん、今度会ったらコンテッサン、とっちめちゃおうと待つだけど、会えばやっぱりオースチン。
ロリア寝転んでベレッとするなよ昼間から。それでは試験に暗いすら金がなるなる印鑑とワーゲンうちだよ色恋を忘れて勉強セドリック。ガチョーンなんだろうガチョーンじゃないけどね、うん、小林旭さんで自動車唱歌でした。どうしてこんな曲を作ろうと思ったのかな面白いからいいけどということで本日のお題、好きな色とその理由、銀ちゃんからいただきました。銀ちゃん毎週お聞きくださりありがとうございます。モノトーンが好きです。でもコーデでデニムならスニーカーもブルーです。レモンイエローも好きだよっていうことです。へー、銀ちゃんがレモンイエローが好きっていうのは初めて知りましたね。なんかいつもブラックをお召しになってるのでブラックモノトーンなイメージでした。銀ちゃんありがとうございます。そしてマキちゃんからです。マキちゃん今週もありがとうございます。かすみ姫様こんばんは。立冬を境に初冬を迎えて晩秋を味合う間もなく雨音も冷たく感じました。うん、本当に急に寒くなりましたもんね。今週のお題、好きな色、私の場合は白と黒と赤の組み合わせが好きです。例えば半紙に墨色と差し色で印鑑の朱赤、真っ白のシャツに黒のロングスカート、赤い靴下か赤いベルト、どちらかがちらりと見える、こんな色の組み合わせが好きです。そしてティファニーブルーとプラチナ色の組み合わせ、これもときめきます。ティファニーはなかなか買えなくてもこの色のシャツを着ているだけでリッチな気分になりますし、紙袋だけでもティファニーブルーは気分が盛り上がりリッチな気分を味わえるから不思議な色ですっていうことです。うん、マキちゃん私もそう思います。ティファニーブルーも本当に素敵な色ですよね。もう特徴っていうかもうあれがねティファニーのねもう代表するカラーなんで、あの色を見るともうティファニーしか思い浮かばないというね。マキちゃん今週もありがとうございました。そして湘南民族さんからです。湘南民族さん本当に毎週お聞きくださりありがとうございます。1. コバルトグリーン、 2. コバルトブルー、あまり濃い色は好みません。2つとも爽やかな感じではないですかっていうことです。ほんとほんと湘南民族さんだけありますね。海の近くにお住まいなのでコバルトグリーン、コバルトブルー、うん、海の色を連想できます。湘南民族さんありがとうございました。そしてコミタンからです。コミタン毎週お世話になります。水色かな、空の色、海の色、恋の歌の題名も多いよね。恋は水色、ポール・モーリア。水色の恋、天地真理。水色の手紙、阿部静江。水色の雨、矢上純子。ほら、水色ってラブリーでしょ。ついでに、どれか曲かけてっていうことです。はい、わかりました。コミタン、ありがとうございます。では、一番上に書いてありました。ポール・モーリアで、恋は水色。
ポール・モーリアで恋は水色でした。素敵な曲ですね。続きます。ラジオネームひかるさんからです。ひかるさん、毎週ありがとうございます。私はピンクが絶対カラー。1212かすみちゃんのバースデー&クリスマスコンサートまでカウントダウンです。私にとってもピンクはラッキーカラーですっていうことです。そうなんです、私のクリスマスコンサート、あのドレスコードピンクということで、会場中をピンクに染めたいと思って皆さんにお願いしてみました。ひかるさんもピンクになって登場してくださいね。よろしくお願いします。ありがとうございました。そして大串さんからです。大串さん、今週もお聞きくださりありがとうございます。水色、青かっこ藍色、紫、幼少期から好きです。水色は自由や優しさ、青は心の安定、紫は精神的発展を意味しています。タイダイかっこ絞り染めする時もこの3色を多く使いますねっていうことです。そうなんです、大串さんは絞り染めをされてるお仕事で、本当に素敵な T シャツとかね、シャツをお作りなんですけれども、やっぱ藍色とかってね、素敵ですよね。大串さん、ありがとうございました。そしてラジオネームおらしさんからです。おらしさんも本当毎週ありがとうございます。オレンジ色から青へのグラデーションが好きな色です。そう、日の出の空の色です。夕方にもこの色は見られますが、朝の淡い感じからだんだん明るくなるワクワク感があるので、あえて日の出の色が好きということで、うちには猫がいるのですが、日の出前に寝室を走り回って起こされるので、晴れている日は嫌でも見ることができます。かっこ笑いっていうことです。そっか、猫ちゃんに起こされるんですね。日の出を毎日見てるっていいですよね。かすみはね、なかなか見ることができません。残念ありがとうございました。そして大阪のこんちゃんからです。こんちゃん、ありがとうございます。かすみさん、こんばんは。阪神ファンですが、一番好きな色は情熱の赤。ここ一番外せない時は必ず赤のボクサーブリーフを履くようにしています。かっこ笑いっていうことです。そっか、あ、そうだよね、阪神ファン黄色ですよねあの、優勝おめでとうございます。大変盛り上がっているようできっとこんちゃんも大喜びなことと思います。そうですか、ボクサーブリーフ赤で勝負したりですね。赤はなんか仕事運とかがいいって聞きますよね。赤い下着をつけるとね。そんな感じで、こんちゃん、ありがとうございました。そしてラジオネームひろみさんからです。ひろみさん、ありがとうございます。ずっと心にあるのは薄いエメラルドグリーンですね。ピンクも外せない。子供が5月生まれだから意識しなくても好きなのかもということです。ひろみさん、ありがとうございます。5月生まれ調べましたらエメラルドなんですね、誕生石がね。なんでエメラルドグリーンですね。癒しの色だそうですよね。ひろみさん、ありがとうございました。そしてラテン歌手のたかこさんからいただきました。たかこさん、ありがとうございます。1番は圧倒的にピンク、2番紫、私の大人勝負カラー、3番ゴールド、これは外せない一色、ステージ衣装にはインパクト大、必須カラーですっていうことです。なるほど、でもこの3色どれもタカ子さんにすごくお似合いになると思います。タカ子さん、ありがとうございました。ではここで色のことについてちょっとお話をさせていただきたいと思います。色の好みでその人の性格や心理状態がだいたいわかる。あなたが普段よく着る洋服や持ち物にはどんな色が多いでしょうか。気がついたら同じ色のものばかり持っていたなんてこともあるのではないでしょうか。
好きな色や嫌いな色にはその人の心理や性格が反映されているといいます。つまり色の好みでその人の性格や心理状態がだいたいわかるということです。好きな色にはその人の願望が現れ、嫌いな色には過去の体験が否定された部分が現れるのだそうです。好きな色イコールなりたい自分、嫌いな色イコールなりたくない自分というわけです。それぞれの色の特徴はだいたい次のようになっています。赤、赤が好きな人の特徴、情熱的で感情的な性格、チャレンジ精神旺盛でアクティブ、自己主張や競争心が強く、勉強や仕事にも意欲的に取り組むタイプ。ただし感情的になって周りが見えなくなることも。赤が嫌いな人の特徴、どこかで挫折感や無力感を感じ、気力を失っている側面があるということです。続きまして黄色、イエローです。黄色が好きな人の特徴、明るくオープンな性格、知的好奇心が旺盛で分析やコミュニケーションが得意、独立心が強く幸福を強く望んでいる、またユニークでありたいと考えている、愛されたい願望や独占欲が強く執念深い面もあるということです。そして黄色が嫌いな人の特徴、夢や希望といったものに失望し現実的になろうとしているということです。続きましてブルー、青ですね。青が好きな人の特徴、物静かで理性的な性格、知的で感性豊か、集中力がある、誠実さや正直さを大事にするので信頼できない人と接するのを嫌う、積極的でアピールするのが苦手な面もあるということです。で、青が嫌いな人の特徴、世界に対する虚しさを感じ逃れたいと思っているだそうです。そして緑、グリーンです。緑が好きな人の特徴、落ち着いた性格で調和とバランスを大事にする理想主義者、忍耐強く寛大な心を持つ、自分を見失うことはほとんどない、自己愛が強く用心深く考えすぎる傾向もあるということです。そして緑が嫌いな人の特徴、周囲が自分を理解していないことに憤慨しているということです。そしてグレー、グレーが好きな人の特徴、派手なことはあまり好まず内面の安定を望む性格、自分の領域を侵されるのが嫌い、真面目で正義感が強い、コミュニケーションが苦手な傾向もあるということです。そしてグレーが嫌いな人の特徴、毎日が平凡で退屈、刺激を求めているだそうです。これは意外ですね。そして紫、パープルです。パープルが好きな人の特徴、繊細で感受性の鋭いロマンチスト、美的センスや芸術性に優れ豊かなイマジネーションの世界に生きている、自分自身に関心がありお世辞に弱いナルシスト的な傾向が強くなることもあるだそうです。紫が嫌いな人の特徴、疎外感から周囲への反発心を持っているだそうです。続きまして茶色、ブラウンです。茶色が好きな人の特徴、温厚で堅実な性格、包容力があり責任感も強く人から頼られる、
感情の起伏が少なく、コツコツ努力する、人付き合いも上手、大胆さに欠けこじんまりとまとまってしまうことがあるだそうです。そして茶色が嫌いな人の特徴、派手なことをしたい、目立ちたいと感じている私だはい、そしてピンクです。来ました、ピンク。ピンクが好きな人の特徴、世話好きで親しみやすい性格、優しさや思いやりを大切にする、他人を助けることが大好きで労力を惜しまない、時に人生に悩む、人の言葉に傷ついたりおせっかいになりすぎる一面もある。なるほど、なんか当たってる気がするそしてピンクが嫌いな人の特徴、過度な優しさや慣れ合いに煩わしさを感じているということです。どうでしょう、こんな感じでしたが、あのご自身の感じと合いましたでしょうか。かすみはなんかすごく合ってる気がしました。では曲に参りたいと思います。私のオリジナル曲にも色がついている題名があります。新曲です、お聴きください。フォアローゼズの赤いバラ。あなたはいつもフォアローゼズ、暮らす傾け駆動口なんて、私にはバーボン似合わない、アイスが絡んと時をつけ、今夜は笑ってお別れしましょう。このフォローズの赤いバラ、あと風の名前を教えてという2曲入りの CD が発売になっています。あと2024年の霞卓上カレンダーも発売しております。ご購入はインターネットで漢字3文字です、香る、ことぶき、美しい、この3文字で検索していただきますとホームページが出てまいりますので、そちらからご購入いただけます。よろしくお願いいたします。そしてありがたいことに12月12日のラドンナ原宿でのかすみバースデー&クリスマスコンサート、ソールドアウトとなりました。皆さんのおかげです、本当にありがとうございました。あとは私が頑張るだけです。よろしくお願いします。本当にありがとうございました。そして来週のお題なんですけれども、収録の都合で来週はお題をお休みさせていただきます。そろそろお別れの時間となりました。今月のお別れの曲はかすみオリジナル曲シューティングスターです。今宵も FM 湘南ナパサかすみのミュージックストリームをお聴きくださいましてありがとうございました。来週も元気にお会いしましょうね。引き続き FM 湘南ナパサをお楽しみください。パーソナリティのかすみでした。バイバイ。会えない時が続いてるけど、君が悲しい時は窓を開け、 For the shooting star 見つけておくれ。
7, 8, 4